ブロンクスはジンをベースとするカクテルであり、ショートドリンクに分類される。カクテル名はニューヨークのブロンクス区に由来する。アメリカの禁酒法時代に密造された粗悪なジンを飲むために考えられたとも、敵発のガレのカモフラージュのために考案されたとも言われる。マティーニにオレンジジュースを加えたようなレシピとしても知られるが、マティーニと異なりベルモットは、 ドライベルモット、スイートベルモットの両方を使用する。クリスマスの時に飲まれてきた代表的なカクテルとして知られ、現在でもクリスマスが近づくとよく飲まれる。ドライジン、ドライベルモット、スイートベルモット、オレンジジュースをシェイクして、大型のカクテルグラスに注げば完成である。オレンジジュースを3 0トルドライジン、ドライベルモット、スイートベルモットを、 各 10ml 使用するレシピもある。この場合のアルコール度数は蒸気のレシピより低くなり19度程度になる。材料に卵黄を加えたものはゴールデンブロンクス、卵白を加えたものはシルバーブロンクスと呼ばれる。ありがとうございます。